エセックス大学は1964年に設置された英国の研究型国立大学。社会科学分野の研究は世界的に高い評価を得ており、キャンパスは世界130カ国を超える各国からの留学生や世界中から集まった講師陣が集うコスモポリタンな環境になっている。卒業生にノーベル平和賞受賞のオスカル・アリアス・サンチェスやノーベル、 経済学賞受賞のクリストファー・ピサリデスなどがいる。特に人権分野は国際的にも一目置かれた存在で、卒業生は国連など世界の人権分野で活躍している。政府が研究の交付金支給のために英国大を対象に実施するリサーチアセスメントエクササイズ、大最新の2008年ではエセックス大は研究の質で国内9位と評価され提出した。 研究の90%以上が国際的に認められる22%が世界トップレベル。社会科学、法学、経済学は最高の語とされ、中でも政治学部と社会学部は継続的に語を得ているとして6を与えられた。QS 世界大学ランキングでは世界的に知られる人文科学の強さから社会科学の世界リーダーとして引用された。 エセックスは1960年代に新しい教育を目指して大学創設が相次いだ社会的流れの中で誕生した大学の一つで60年代には学生運動の最前線だったなどかつてはイギリスを代表する左翼大として知られた南アフリカ共和国のアパルトヘイト解放運動の国際的拠点としてネルソン・マンデラ元大統領の釈放にも尽力し マンデラ氏は1997年に東大を訪問している。しかし近年は国際協調や平和、人権を重視する学問的傾向や学風は残っているものの学生間の左派的傾向は薄まっており代わりに国際的な英国大の中でも際立って多様なことがより強い特徴になってきている。教育水準と研究業績では常に イギリス国内トップ10にランクインしている。特に経済学、社会科学、法学はよく知られており、ヨーロッパでもトップの一つとして目されている。2014年のリサーチエクセレンスフレームワークでは、研究の質で国内トップ20で、社会科学はトップ5、政治学は同ランキングが始まった1986年以来、一貫して1位を獲得している。 創立1 0年以内の大学ランキングで世界トップ30に選ばれた。2015年の全国学生調査で英国主流大学の中で学生満足度第2位に選ばれた。2013年も2位、2014年は6位だった。タイムズハイヤーエデュケーション社世界大学ランキング2018では法学の分野においてエセックス大学が世界トップ50にランクインした。 エセックス大で学べる学問としては以下がある。人権を教えている教授陣は人権分野の国際社会で重要な役割を果たしてきた人たちが占めており、エセックス大のネットワークはエセックスマフィアと呼ばれるほどに国際人権コミュニティで圧倒的な存在感を見せている。同大人権センターは世界で最も歴史のあるセンターの一つとして大きな役割を果たしており、 同大人権センターは人権分野では初めてクイーンズアニバーサリープライズを受賞した。同大インターナショナルアカデミーの提供する英語教育のプログラムは定評があり、新学年が始まる前の夏の間に主に行われるプレセッショナルコースはエセックス大以外の大学や大学院に進学が決まっている各国留学生も受講している。日本からは文部科学省が長年 中学校の英語教師を英語教授法のコースに派遣しているほか、一橋大学、神戸大学、駿河台大,大学などが提携を結んでおり、大阪大学の学生は数十人単位で毎回セックス台で英語を学んでいる。留学生への対応は細やかで、例えば、同大タレントデベロップメントセンターは、語学のサポートクラスやアカデミックアドバイザーから1対1で、 指導や支援を受けられるセッションを無料で提供している。日本弁護士連合会が長年人権問題に関心の深い弁護士らをエセックス大に派遣していることに見られるように法学、人権学、政治学を学ぶ学生には特に将来の国のリーダーを養成する意図で各国政府などから派遣された学生が多く見られる。法学の分野において 世界トップ50のロースクールに選ばれた。緑豊かなメインキャンパスジョン・コンスタブルが描いた絵画、ウィブンホーパークキャンパス内に立つ、ウィブンォーハウスホテル図書館横に新設された、学生センター環境に配慮したデザインのビジネススクール、エセックス州の記録に残っている、英国最古の町コルチェスターにあるメインキャンパスのほか、新しくできたサウスエンド、ルートンの3カ所、 メインキャンパスは、イギリスを代表する風景画家のジョン・コンスタブルが描いた絵が、ウィブンホーパークで描かれている同名の公園上に建築されており、同公園の傾斜や自然を残す形で描く建物が建てられている。緑豊かなキャンパス内には大きな池が2つあり、カモなどの野鳥類の群れや、大学のシンボル的存在のノうさぎ、リスなどが見られる。 コンスタブルの同絵画に描かれている建物は18世紀から続くマナーハウスだったが2009年に閉められ2012年に英国内で初めての稼働しているホテル学校として同大とパートナーシップを組む形態でオープンした現在は学生にとっては教育施設である一方で4つ母子カントリーハウスホテル、ウィブンホーハウスホテルとして人気の宿泊施設となっている キャンパス内には教育施設を囲むように多様なタイプの寮が点在しているほか、複数のパブやカフェ、劇場やアートギャラリーがある。新しい施設も次々に建設されており、2015年や秋の新年度から本格指導した建物に学生センターと新ビジネススクールがある。学生センターは語学やコンピューター、寮生活など、 学生の生活全般にわたる個人的支援が受けられる窓口が集約。ビジネススクールはエセックスビジネススクールの各のテーマである倫理と持続性を象徴したエネルギー効率や緑化など環境に配慮した建築デザインになっている。コルチェスターの繁華街3キャンパスともロンドンまで電車で1時間程度。空港へのアクセスも良いため長期休暇中は ヨーロッパ各地へ旅行に出かける学生は多い。メインキャンパスからバスで15分ほどのコルチェスターの街中は世界各国の食材店を含め異食獣の買い物に不自由しない程度の繁華街で緑豊かで広大なキャッスルパークが中心に一致している。大学職員や博士課程の学生が多く住む微分法はイギリスカントリーサイドの良さを実感できる緑豊かな水辺の美しい村で 芸術家も多く住むリベラルな地域。ありがとうございます。